きげんよう、ミオリ様。アリア、貴殿何しに。なあ、さてはまたお願いか。ええ、その通りです。さすがはイオリ様、何でもお見通しですのね。どうか再び私の求める美しいものを見繕っていただけませんか。以前イオリが渡したものでは物足りないというのか。いいえ、でも美しいものはたくさんあればあるほど嬉しいでしょう。それが愛しい殿方の選んでくれたものならばなおさらね、イオリ様。お礼はちゃんといたします。はぐれといえども英霊は英霊、下手に断っていさかいの種を生むのは避けるに尽きるか。わかった、目利きの任受けたまわろう。まあ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 、イオリ様ならきっとそう言ってくださると信じておりました。それでこたびは何をご所望だ。刃物を一つよろしくて。刃物？なぜまたそのような。なぜ？もちろん綺麗だからですけれど。なるほど、貴殿らしい理由だ。わかった、美しき刃物必ずや献上しよう。感謝いたしますわ、イオリ様。必ずとっておきをくださいましね。私ここでいつまでもイオリ様たちの戻りを待っておりますからね。さて、美しき刃物か。刃物といっても様々だが、やはりここは技物か。技物というのは、名剣の類を指すのだったかな。君のそれを渡してはどうだ。良い刀ではあるが無名だぞ。ひとまずあたりで探ってみるか。私が刀に詳しいと思うのか。技物が欲しいだ。あんた技物が欲しいんか。だったらそこじゃゴロツキどもが昨今日の試合に勝ち残ったやつは賭け試合か。助之進には知られたくないが、この機は逃したくない。広場へ向かうぞ、セイバー。悪くはないぞ。賭けの胴元を探すぞ。技物を確認しておきたい。なるほど、確かに名剣ではあろうな。正真正銘の密道大技物だぜ。あんたらも試合に参加するかい。そのつもりだ。いいね、そう来なくちゃ。今日は1対1の勝ち抜き戦さ。最後まで勝ち抜いたやつにこの刀をやる。
ただどいつもこいつも腕自慢の猛者揃い。真剣勝負の試合とは言わねえが、負けりゃ腕の一本も落とされるかもな。どうする？それでもやるかい？無論だ。そこのイオリが出るぞ。構わんが、いいのか？優しく加減するのは面倒なのだぞ。イオリは慣れているだろう。話は決まったか？そんじゃ、支度が済んだら声をかけてくれ。よう、支度はできたか？ああ、始めよう。せいぜい俺を楽しませろよ。いざ尋常に勝負。血の肩殺しちまったらごめんな。いざ尋常に勝負。てめえが最後まで残るって読めてたぜ。だが残念だったな。てめえはここで無様に散るんだよ。いざ尋常に勝負。疲れたろ。これでも食べるといい。遊んでいたな、これは。なんだその目は。違うぞ、私は街中であれこれと聞き込みをだな。まあいいさ、技物は手に入った。アリアへ渡そう。待たせたな、アリア。この技物はどうだ？申し訳ありませんが、違いますわ。違うか。確かにとても美しいですけれど、私の求める刃物ではありません。せっかく選んでいただきましたのに、申し訳ありませんわ。
よよよ。そうか。いや、こちらこそすまない。次こそより鍛え抜かれた技者を。お待ちになってください、イオリ様。の私が心から望む刃物はきっと刀ではありません。そうなのか。だってこの刀を眺めていても私ちーっとも胸が苦しくなりませんの。むむむむむむ、わからん。どういうことだ。太刀ではなく脇差しか。それもきっと違います。腰に刺す刀ではありませんの。ふむ、腰に刺さぬ刃か。必ず必ずありますわ。確かにこの目で見たんですもの。この目で見たか。イオリ様、誰よりもお優しく愛に満ちたあなたなら必ず見つけてくださるはず。私そう信じておりますわ。うん。ああ！兄ちゃん、今一緒にいたのってもしかしてこの前会ってた女の人？ああ、そうだ。やっぱりあの女の人、近頃よく見るんだよね。近頃？うん、長屋を覗きに来るんだよ。決まって私が夕げの支度をしてる時に。夕げ？包丁でナッパを切る私をね、ずっとキラキラした目で見てたりさ。ほう。あ、なるほど。お腹空いてたのかな。次来たらなんかご馳走しちゃおうかな。イオリ。ああ、アリアが目にした刃物、それはまあ詰まるところ。よし、では改めて行くぞ。包丁を買いに。ああ、まずはよろず屋で探そう。包丁一本頼めるか。ああ、ちょいと待ちな、すぐ持ってくるから。お、あんたその刀は随分な技物。おお、わかるか、密道の大技物だそうだ。だが今しがたいらなくなったばかりだ。へえ、いらないのかい。ならさ、それ俺に売ってくれないか。なあ、いいだろう。いや、やめておこう。これほどの技物を売るのは惜しい。そうかい、残念だ。待たせたな、包丁持ってきたぜ。代金が用意できたら声をかけてくれ。掘り出し物だよ。毎度あり。
また来てくれよ。うん、無事包丁は手に入れたな。特ライダーに渡すとしよう。間違いありませんわ。これこそまさしく私が求めていた品。はあ、なんて素晴らしいのでしょう。キラキラと光を弾いて、まるで瞬く星のよう。こうしてただ眺めているだけなのに、なぜか胸がキューッと締め付けられますの。ライダーよ、何故包丁なのだ。こと刃の美しさならば、刀剣の技者に勝るものはないだろう。現に君も初めはそういった技者を欲しているように見受けられたが、包丁の何が君をそんなに引きつけた？それは秘密です。感謝いたします、イオリ様、セイバー様。また一つ私に宝物が増えました。ああ、よかったな。そのまたこうしてお願いしたらご迷惑でしょうか。いや、無理のない範囲ならば構わない。ではまたな、アリア。はあ、お優しいイオリ様、私いつかきっと。よいぞ。
ここを通せ、バサカ。何者かが吉原を狙っている。太夫にそれを伝えたい。ことの葉では無理か。ならば押し通る。二度我が剣に沈め、バーサーカソーラ。吹きすさぶ嵐のごとく決める。いつでもよい、呼べ。なくては倒しきれない。いや、ここは引く。バーサーカーが吉原から離れないのであれば撤退はたやすい。しかしその気になればいつでも仕留められる。
そう言っている。それにあれを仕留め切るのにホーグがいるならば、あたりに暮らす力なき民草を巻き込もう。わかった。よしよし、行ったわね。お疲れ様、バーサーカー殿。今はゆっくり休んでちょうだい。しかし、どこかの陣営が吉原に探りを。ねえ、ずいぶんと大胆に出てきたものね。やるじゃない。念のため太夫に伝えておこうかしら。師匠も太夫も顔を出さんとは、もしや不在か。さてな、知らん。あの異常夫がいる以上、吉原は無理だ。船員を追いたいが、六号大橋を渡って川崎へ向かうか。ん？何かあるな。